舞台たけしの挑戦状ビヨンドに出演します戸塚純喜です。ビヨンドを脚本します上田誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なので今日はたけしの挑戦状の、まあ、ゲームソフトこちらですね。懐かしい。これ実際 の, あのソフト、そしてこれ実際のファミコンですね。これで、まあ、プレイしていただいて実際に、初体験のソフトじゃないですか。はい、初めてですよ。なのでまあクリアはねできないんですよ。あの本当はできるんですよ。本当は断言、そんな断言して最短でいけばクリアはできる時間、今からまあ1時間ぐらいですかね、クリアはできる時間だそうなんですが、1時間でできる、絶対できないです。クリアできたら僕死んでもいいです。、はい、それぐらいできないんで。言いますね。はい、そうなんです。絶対クリア しようけど、まあこのゲームを、まあそうなんです、あの劇中でも結構扱うんで、はいはいはい、まあどんなゲームか、まあ噂は聞いてるでしょうけど、はい、まあ一度ちょっとプレイしていただいて、実際にそう見に来る方でどんなゲームか知らない方もやっぱいらっしゃるんで、うん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 、っていうのも含め、あのまあビギナーというところで、そうですね、まずじゃあこれを刺すところから、はい、昔のファミコンですからね、こうこれはもう起動しない可能性もあるんですから。うん、ふーってやる、あ、それは知ってるんですか、やつですよね、うん、まずこれ入れます。はい、ここで1時間使ってしまう。これ普通に入るんですか、もっとグッて入れるんですか、普通に入れていいんですか、そうそうそう、はい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 、これでパワーですね、来ましたね、あ、つきましたね。え、これもうこれね、もうタイトル画面です。あ、これもタイトル画面？はい、じゃあもうそこからプレイしていただいて。これはちなみに、はい、一人用ゲームですか？一人用ゲームですね。はいはい、はい、あのジャンプとか動いてますね、はい、サラリーマンが動いてます。パンチをしてます。 A ボタンでパンチ、そうなんですよ。 B ボタン、じゃあ結構跳躍力が、しゃがんで、しゃがみ、しゃがむもできますね。はいはいはい、しゃがむと、これしゃがんでるんですか、これもう。しゃがみはもうこのゲームではめちゃくちゃ重要な、そうなんです、はい、動作なんで。だいぶ埋まってる感じ。あ、そうそう、こっち、これすごい、奥へ行くこともできるっていうね。おお、なるほど、これ背中ですもんね。そうなんですよ、これすごいですね。これいや、そうなんですよ、右左だけじゃない、右左だけじゃないです。マリオとかをね、ですよね、イメージしていると右左と思うんですけど、奥がある、これがね、いいですね、やっぱりさすが。これはちょっと謎ですね、確かに、ね、スタートいきます。スタートしたらもういきなり世界観が始まる、始まりますか。これどうやってスタートするんですか。もうスタート行けば、あ、こう行く、はい、お、はいはいはい、社長室から、社長室に来た。最近君の成績はどうも良くないなと、あとボーナスが少ないのも君のせい、そのせいだぞと言われてる、僕のせいだと。今後もっと頑張ってくれ、頑張ってくれって言われる、言いながらボーナスを、これはボーナスを、ボーナス取ります。あのね、ジャンプしてうまく重ならない、ちょっと社長室の、あ、取りました。あ、なるほどなるほど、これセレクトか何か押せば、あの今の情報がサブ画面が出るんで、お金、まあ20万円20万円やると、体力が79と、はい、79という状態ですね、はいはいはい、まあ、これはもう大丈夫です、はい、でそれで、あ、一体何の何の内容だと、社長消えましたけどね、辞表を出す、休職する、はい、有給休暇願い、社長を殴る、はい、おべっかを使う、この時点で、うわ、ここでもう選択肢が知らまれるわけですね、うん、でもこの急に言われ自分のせいだと言われた、はい、これ社長を僕は殴ろうと思う。あ、本当ですか。このいや、いいかもしれないです、それは。いいよね、劇的な展開が待って、社長を殴るでいいですか。いいと思いますよ、私許さんぞと、許さんと。あ、これは警官が、ちょっと待って、これ戦うのかな、これ戦うのかな、戦うのかな、警官がやっぱり、警官をこれ倒すのかな、はい、あ、ハートがどんどん、危ない危ない、あと1個、あとちょっと待って、これ倒すの、こいつちょっと1回、あ、これ逃げない、これ逃げない、殺傷して、その奥はないんですよ、なるほどね、奥もないです、隠し場がない、隠れるみたいな、やっぱりオッケーオッケー、分かった、3人でジャンプして身構えてるんで。あ、ちょっと待って
あれハートは今ハートないですよ、今もう瀕死という。あ、わかったわかったわかった、あ、あいやいや、ワンプレイ目はやっぱりこれですよね。今、死を今、はい、死を、お葬式でしたよね。そうですそうです、葬式でしたね。律儀にゲームオーバーであんまりお葬式を描くってなかなかないですよね。これはでまた一から、まあ、一からですよね、始めますよね。はい、よくないボーナスだと、もう頑張ってくれと。まあそうですね、それか重なるようにお金を取ると。もう一回話すのも一旦出るのか。あ、なるほどね。一旦出るってのもあります。出る営業部。おう、ほう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 。売上高がね、うなぎ下がりの、下がりすぎてもう画面から社長室の立派さに比べて、ちょっとですね、まあまあおかしすぎますよ、これは。あ、俺は街に出ましたね。外出た、ニコニコローン、ローンの会社だったね。そうなんですね。こいつは街の人ですね。これ善良なんですね。善良な人を倒す、はい、ヤクザ対ヤクザ、カモメ映画、映画、はい、北の映画だ。北の映画が、北の映画を撮る、まだあれなんですよ、3年前にこのゲームを作られてるんで。うわー、そうか、はい、これは善良の市民を倒していく。そうなんですよ、余裕横口を通り銀行もあり、これも入れる、実はそうなんですよね、入れちゃうんですよ。え、はい、で銀行来て、こうやっぱり向こうに上にカーソルを入れると話せます。あれ人ですか、あの緑の化け物みたいなのさらし首ではなくて、ね、人なんですよ。人なんだ。あ、そういうことですね、まさにそうやって、あのね、あ、え、お金下ろしますか。え、あるのお金。はい、どうなんでしょうね、ありがとうございましたと。そうですね、お金は増えてる。あ、増えてますね。増えてますね。お金下ろせるんですよ、僕それ知らなかったですね。あ、本当ですか。ちょっと増えてるね、これ5万円ぐらい。5万900円。下ろせた。はい、税金の支払いをお早めに。お早めにと。あなたは、あ、お貸しできるお金はありません。はい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 。もうじゃああれかな、どうせいいか作ってくださいと。なるほど、これでお金下ろせたと。そうです、いろんなところにね、こう街の行けるんですよね。行けなくなった、はい、これね、あの上ボタンでああいう隙間とかにも入れたりしますよ。だから銀行の横の、銀行の右の、え、ここってこと。はい、あ、違う違う、こっち、はい、本当だ。こういうこともできます。まあ、まだ行かない方がいいかもしれないですけど。一旦ちょっと左の方に行きますか。一回左、はい、戻る、はい、やってないことあるよね、きっとね。そうっすね、これ入れるってことは、このよいよい横丁にも。やっぱりね、横丁入れるわけだよね。クラブ明美。そうですね、善良な市民を倒していく、うん、ホステスさんがいてね。これはまあ、ホステスも倒してもいいですし。ちょっと待って、話せない、飲もうとしてますね。うん、あ、いきますね。やっぱここはもう水あり、緑で、ここは水ありで。クラブね、はい、7000円、高いんですよ。高いな。高いな、よかった、お金下ろしといて。そうですね、やっぱりクレイジーシティなんで。うん、ああ、いいよ、クレイジーで、ありがとうございましたと。え、飲みましたんですか、今のタイミングで。もう体力回復したのかな。そうですね、はい、あ、そうなんだ、今ので。まあ、あんまここはね、飲まない方がいいんです。ここ危ないね。ここかぶられるな、ちょっとここはもうスナックがたくさんある、これは誘惑の。お、敵。急に今、こいつは今殴り、警官ですかね。警官か。ここでも一曲300円。あ、そうです。ちょっとこれはカラオケ、カラオケ故障中と。ああ、なるほど。ってことはじゃあもうここには、これね、でもね、まあカラオケはね、まああることすれば歌えるようになるんですよね。え、はい、これ？お、選んだ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 。なるほど。焼酎、スコッチ、ブランデー、はいはい、水。
何これを選べば歌えんの。まあやっぱりね、一元さんは断り的なところがあるんで、うんうんうん、普通にまあカラオケ的な歌を知っても交渉中ですって言われるんですけど。なるほどね。じゃあここはもう焼酎。焼酎で。グイグイと。おかわりどうですかと。はい。いやいやいや、これ騙されてない？もらおうかな。もらおうかな。飲みっぷりがいいです。もう一杯いかが。いやこれはどこまで行く？結構ペース早いですよ。早いペース。もう一杯行く。ホステスさんも二人いて。二人いて。からですよ。ちょっと待ってよ。どこまで行くこれ。もう一杯行ってみようか。ブイブイからですよと。もういい加減してほしい。そろそろ帰るか。この辺は、まあ、悩みどころですね。これじゃああと一杯だけ、あと一杯だけじゃ、もう金そろそろないよ。あれ真っ暗だぞと。お、変わったぞ。はい。おっと。ええ。自宅。殴るの？ちょっと待って。出会い頭に。妻がね、やっぱり。あ、妻。妻ですよ。自宅か。また会ってきたねと。なるほど。気絶したんですよさっきは。目が覚めたら家に。そう。もういい加減してくれと。あ。言いたいことがありそうだね。お得に言ってくださいと。飯風呂、飯風呂、母ちゃん寝よう。旅に出たいんだ、離婚してくれ。うわー、これすごい。ここでもちょっとなんか竹しぶしが母ちゃん、そうです、ね、寝ようぜじゃない。これはそれでいいかもしれないですね。ねえ、バカなこと言わないでよと、子供が見てるだろうと。子供が言ったんだよ、それ。子供だった。じゃあ明日も早いか、早く寝ておくれと。はい、寝て行ってらっしゃい、しっかり入ってくるんだよと。これなんか自宅で寝て体力が回復してないっていう。全然休めないですね。子供も殴る、子供からも殴られこう。DV で、DV によって。ちょっと待ってよ。ね、むちゃくちゃじゃない。このゲームね。これだって共同企画やってよかったです。こういう考えになるんですね。自宅だよ、だって。